こんにちは、森の山ちゃんです。今回はキッチンハイターとオキシクリーンを使用して漂白の実験をしようと思います。それぞれの漂白剤にどんな違いがあるかわかると思いますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。漂白するのはこちらです。子供の靴下です。ダダンダンが書いてある可愛らしい靴下です。こちらも穴が開いていて捨てるだけなので、捨てる前に漂白の実験に使用します。あとはこちらの僕が仕事で履いている靴下です。こちらももうボロボロなので捨てようと思っています。この2種類の靴下で実験をしていきます。使用する洗剤がこちらのキッチンハイターです。キッチンハイターは塩素系漂白剤と呼ばれているもので、すごく漂白力の強い商品です。キッチンハイターの注意点を確認してみると、使えないものの欄に色物、柄物の繊維製品と表記されています。実験で使う靴下はまさに色物、柄物なので、キッチンハイターにつけてみるとどのような変化が起こるのかがわかると思います。もう一つの洗剤はオキシクリーンを使用します。こちらは酸素系漂白剤と呼ばれている商品です。パッケージには色柄物にも使える酸素パワーと表記されています。今回の実験で本当に色柄物にも使って大丈夫なのかどうかがわかると思います。漂白実験を始めます。まずはこの透明なケースにお湯を溜めていきます。2つのケースにお湯が溜まりました。ではこちらにキッチンハイターとオキシクリーンを投入していきます。はい、では実験の準備が終わりました。どのような変化が起きるのか楽しみです。数日間このまま放置しようと思います。はい、では靴下を13日間放置しました。キ
ッチンハイターに漬け込んだ方はかなり色が抜けています。オキシクリーンの方はあまり変化がないように見えます。では靴下を取り出していこうと思います。はい、では靴下が乾きました。比べてみるとやはりキッチンハイターにつけておいた方はかなり色が抜けています。あとこれはちょっと予想外だったんですが、キッチンハイターに漬け込んでおいた方の靴下がなぜか長くなっています。ダダンダンで比べると分かりやすいですよね。かなり長くなっています。これはおそらくですが、塩素によって生地が劣化してしまってこうなってしまったのではないかなと思います。触った感じもキッチンハイターで漬けておいた方はダラッとして間延びした感じがします。オキシクリーンで漬けておいた方はビシッと引き締まってる感じがします。こちらは僕が仕事で履いているヒートテックですが、塩素がついたところだけ穴が開いてしまいました。これはちょうど膝の部分なので、塩素による生地の劣化プラス膝をついて作業をした時の摩擦で穴が開いたと思われます。はい、では今回はキッチンハイターとオキシクリーンを使用した漂白の実験を紹介しました。ご覧いただいた通り、キッチンハイターで漬け込んだ方は完全に色が抜けてしまいました。オキシクリーンで漬け込んだ方は特に大きな変化はありませんでした。このことから色柄物のシミ抜きや漂白するにはオキシクリーンがおすすめです。キッチンハイターで漂白をするときは白いもの以外はやめておいた方が良さそうです。また生地も劣化させてしまうので、キッチンハイターの乱用はあまりおすすめできません。では今回の動画は以上になります。今回の動画を参考にして、ぜひ漂白剤の使い分けをしていただければと思います。またこの動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。